こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、国売に楔を釘打つです。臨済録に、国売に向かいて楔を釘打ち去るとあります。虚空に釘を打つこと、のれんに腕押し、ぬかに釘、無駄なこと、できもしないことをしようとすること、転じてあえてそういうことに真剣に取り組んでいくことを言う場合もあります。それでは今から虚空に楔を釘打つを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。